なべつねも丸を注目してたんやで。当然やろ。どんやぞ。ガチで上り詰めた男やからな。これぐらい予見できないとこの地位にはおらん。これは巨人丸。やっぱ見る目はガチやな。暗黒時代にこれを予言してるのはガチやな。でも広島ってシーズンオフなると、来年いけそうじゃね？ってなってた時期結構続いたよな。ドンは広い目で見て半年、選手寮とかロッカーは知らん。そりゃあ日本有数のレジェンド記者やし、分析したり考察する視点はガチやろ。これだけ見るとAGさんやな。なべつね、これから広島が来る、オッチ、これから広島が来る、やっぱ本物は違うんやなって。中日もオッチやなべつねにこれから来るって言われねえかな。割とマジで感心した。これ丸が初めてほぼフルで試合出た新人の頃やろ。当時の丸2割4分くらいしか打ってないのに、何を見てスターだと思ったんやろ。当時の丸は広島ファンの間ではかなり騒がれてたぞ。当一球で2桁近く打ったし、まだかなり若かった。2011カープって14年連続 B クラスの最中か。11年時点の広島ってそんな伸びてきそうだった？前剣ワンマンの時期？丸菊池が起用され出した頃、使ってる野村にはなんであんなやつ使うんだって批判があった。ただプロの目から素質ある選手が多いとか言われ出した頃でもある。2011年広島打線なんて栗原のワンマンみたいなもんやろ。塚洗い抜けてから2011年までずっと栗原4番だったし。広島黄金期にあの頃の栗原がおったら、3割25本120打点は毎年クリアしてたやろうな。ちなこれが2011の冷え冷え広島打線ね。これなら10年後のカープを考えるときに、名前挙げるのまるで間違っとらんな。こら丸の名前挙げるわ、ひでえ打線。ちなみにこれが2011年の再開のアチアチベストオーダーね。球場の差もあるやろけど広島よりだいぶマシに見えるな。なべつねが監督やったらええやんか。巨人はこのじいさんをスカウトとして雇えや。見る目は超一流でも巨人一強マネーゲームで、野球をつまらなくして人気低迷させた超本人やんな。なべつねが亡くなると巨人にとってはかなり損失。これを巨人ファンですら分かってないから悲しい。そもそも今はなべつねより老害 OB 連中の方がガンなのにね。なべつねは割と改革派やもんな。読売はなべつねが衰えてからあかん。なべつねはガチ有能やからな。なべつねおらんくなったら巨人はダメやろ。あんなやつは出てこんよ。憎まれっこよにはばかるの体現者。なべつね老害路線から再老化路線に入ったの？なべつねって球界再編問題のせいでイメージかなり損してる。めちゃくちゃ優秀なのに。なべつねは嫌われ役を知って引き受けてる感はある。畜生なのは間違いないが有能でもある。にわか野球ファンには嫌われてるけど、ガチ野球ファンにはある程度支持されてる印象。なべつねとかいう偉そうなじじい何もんやねん調べたろ。ひえ、クソ有能やん。これ誰もが通る道よな。なべつねって暴言と市場事件以外優秀なエピソードしかないよな。目立ってた頃は今のフロントのお役所仕事とは違って、本気で野球に目を向けてたし。正直なべつねは嫌われて当然やと思うけど、こいつがいなかったら今のプロ野球は存在しないであろうことも事実やしな。なべつねはあの年やし、保守的になってたりおかしな発言しててもおかしくないのに、普通に正論や改革案を言ってくるのがやべえわ、化け物やで。